白黒ネクロは、タウベ帝人による日本のライトノベル。イラストは、木村三木隆が手掛けている。タウベ帝人のデビュー作で、第17回電撃小説大賞大賞受賞作。一人称形式で書かれており、地の文も非常にラフな形式をとっているものの、視点が他の登場人物に映る三人称形式も織り混ぜられている。 他にも、当て字のところに振り仮名を書き、二面性を持たせるなどの、ユニークな表現をしている。例、ハーンミカドなど。俺は死ぬ前に一度くらい、女の子とエッチしてみたかったんだよー。という強い未練を糧に、不良の死からゾンビとして蘇った、普通の高校生、藤士ゆま。そして、忽然と出現した、高峰ゆきじ。彼女は、良いカバネ霊術師。 白ネクロの美少女で、富士ユマを蘇らせたネクロマンサーでもある。そんな中、一緒に暮らしなさいと富士を守るために提案する工法。しかし、平穏もつかの間。死者の書を狙う悪いカバネ霊術師、黒ネクロに追われる日々が始まろうとしていた。ゾンビに命令するときは必ず、命令、戻れ窓という形を使う。白黒ネクロ2011年2月10日。 初版発行日、ISBN978 から4から04から87万268から3白黒ネクロに2 0 1 1年5月10日、初版発行日、ISBN978 から4から04から87万490から8白黒ネクロ32012年2月10日、初版発行日、 ISBN 978から4から04から87万817から3白黒ネクロ42013年3月9日初版発行日 ISBN 978から4から04から89万1403から1ありがとうございます